1896年、アメリカ合衆国大統領選挙。1896年、アメリカ合衆国大統領選挙。1896年、アメリカ合衆国大統領選挙は、共和党のウィリアム・マッキンリーが民主党のウィリアム・ジェニングス・ブライアンを追ったが、歴史家たちは、アメリカ史の中でも、最も劇的な選挙戦の一つとなったと見ている。政治学では、 1896年の選挙をしばしば再編成の選挙と見ている。マッキンリーは実業家、専門家、熟練工場労働者及び富裕な農夫を代表する連携を作り上げた。合衆国の北東部、中西部の北部及び太平洋岸の州では最強だった。ブライアンは民主党、人民党及びシルバー共和党の候補者だった。南部、 中西部の田舎及びロッキー山脈の諸州で最強だった。副本位制、金本位制、金の自由中造及び関税といった経済問題が重要だった。共和党の選挙対策本部長マーク・ハンナは350万ドルの予算に裏付けられた多くの近代的選挙技術を発明した。ブライアンより10倍もの金を使った。民主党のプルボン民主党、実業家よりの派閥。 現職大統領、グロバー・クリーブランドが代表者との離別は、その後の16年間にわたる共和党のホワイトハウス支配の始まりとなり、それは1912年に民主党のウッドロー・ウィルソンを選ぶことになった共和党の分裂まで続いた。しかし、ブライアンは選挙で敗北したが、その素人の連携が20世紀に入っても民主党の主張となり、ウッドロー・ウィルソン、 フランクリン・ルーズベルト、ハリー・トルーマン及びリンドン・ジョンソンと続くリベラルな経済系で重要な役割を果たすことになった。民主党の指名候補者。民主党全国大会がシカゴで開催されたとき、南部及び西部の大議員の多くは人民党の銀の自由駐造という考え方を実行すると表明していた。この大会では、 クリーブランド大統領の近本位制政策を否定し、続いて、クリーブランド自身をも否定した。しかし、このことは大会を予測のつかないものにし、クリーブランドの後継者がわからなくなった。弁護士で、元会院議員、かつ、上院議員では落選した候補者、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンがその穴を埋めた。優れた、税家であるブライアンは、ネブラスカ州の出身であり、 1893年の強行に続く経済不況に苦しむ何百万人もの田舎のアメリカ人の際だった代弁者として広く認められていた。多くの歴史家によるとブライアンはアメリカ史の中でも最も偉大な政治演説一つクロス・オブ・ホールド演説を民主党全国大会で言った。この演説では経済不況と戦っている農夫や工場労働者を 熱情的に弁護し、大都市の実業家や企業所有者及び指導者を、経済不況大半の原因を作ったとして攻撃した。金融システムの改革を要求し、国有銀行の費用で通貨を発行する権限を政府に戻すことを要求した。ブライアンの演説は非常に劇的であるので、彼が演説を終えると多くの大議員が彼を肩に担いで議場を回った。この演説は、 大会の大議員をまとめ上げ、ブライアンを大統領候補にすることになった。最も接近した、指名候補者の元上院議員、リチャード・シルバー・ディック・ブランドを3対1の、得票率差で破った。メイン州の富裕な造船家、アンサー・スウォールが副大統領候補に選ばれた。スウォールの富は、選挙資金を払うために貢献できると、勢いづかせたと考えられる。 ブライアンは36歳であり、主要政党に大統領候補に指名された者としては最も若い者になった。共和党の指名候補者、共和党は1876年と1880年にも、そうだったように、才能ある者の,のプールに使っており、大統領候補には、元ハイオ州知事マッキンリーを、副大統領候補には、 ニュージャージー州出身のギャレット・ホーバートを指名した。県本位制を強く支持することを要求する高齢のために多くの西部共和党員がミズーリ州セントルイスの共和党全国大会会場から出て行き、民主党を支持する国民シルバートを作った。マッキンディの選挙対策本部長は、富裕で才能あるオハヨの実業家マーク・ハンナであり、 共和党全国大会の後で大企業や主要銀行の指導者を訪問し、選挙運動資金を集めた。多くの実業家や銀行家は、ブライアンの人民主義的言葉遣いや金本位制を終わらせることを支持していることを恐れていたので、ハンナは記録的な量の資金を集めるのにほとんど問題なかった。最終的に当時としては破格の350万ドルを集め、 民主党の資金との比は5対1と見られるほど上回った。GDP 比率で考えればこれは今日の30億ドルに相当する。マッキンディーは主要政党のいずれかに指名されたものの中では最後の南北戦争退役兵であった。国民民主党の指名候補者金本位制を支持し政府の権限を制限したクリーブランド民主党は民主党全国大会から脱党し、 国民民主党、あるいは、ゴールド民主党の候補者として、元入りの異州知事ジョン・ M ・パーマーと、元ケンタッキー州知事サイモン・ボリバー・バックナーシニアの組み合わせを指名した。共和党と民主党は1896年の選挙でかつてないくらい多くの第三の政党候補者の挑戦を受けた。社会主義労働者党、禁止党、国民禁止党及び、 国民民主党はそれぞれ大統領候補と副大統領候補を成した。シルバー党は民主党の候補者を後押しした。人民党はブライアンを指名したが、副大統領候補には独自にジョージア州出身のトマス・イ、e、ー・ワットソンを選んだ。1896年選挙の主要問題は経済問題だった。マッキンリーと共和党が望むようにアメリカは金、本位制に止まるのか、 ブライアンと人民党が提唱する銀の自由、鋳造理論に従うように国の経済を転換するのかだった。ブライアンは、金本位制から離れ金の代わりに銀に、裏書きされた紙幣を持つことでより多くの紙幣が、国の経済に入っていくと主張した。ブライアンの大衆向けスローガンは、16対1でり、銀に、裏付けされたドルは金に、裏付けされた1ドルに対して16ドルが、 印刷できるという主張に基づいた。ブライアント、その支持者は、この、容易な金が、南部と西部の貧困に陥った農夫たちが仮から、脱出して金を払えるようになり、経済に遮蔽を流通させることで国を1893年から、続いている、経済不況から浮上させることになると主張した。しかし、マッキンリーと共和党は、金本位制が、アメリカの経済には必須であり、 もし国が金本位制を捨てれば、紙幣はその価値が半分になると反論した。ブライアンの求心的で懸命ではない経済政策と考えるものを揶揄するために、共和党はブライアンの顔のある偽セドル札を印刷し、その上に我々は神を信じる。あの53セントのためにと書いたが、これは1ドル札が金の代わりに銀で裏付けされた場合、47セントの価値しか。 亡くなるという主張を表したものだった。ブライアンは共和党に資金力では10対1に近い差をつけられたので、この選挙に勝つためには列車を使って活発な全国遊説の旅に出ることに決めた。この方法で有権者に直接話しかけることができた。国中を旅し有権者に自ら会ったことでは初めての大統領候補者となった。 1896年以前では大統領候補者が選挙前に広く旅することは権威を損なうと考えられてきた。それでもブライアンの威圧するような声と背の高さが彼の話を聞きに来た多くの人々に深い印象を与えた。このようなやり方の新しさがブライアンの人を魅了する雄弁術とその信念の熱情と組み合わされ莫大な群衆が彼を見るために集まることになった。 南部や西部の多くの場所で、ブライアンの支持者が、パレード、演説及び支持の壮やな G 行動で出迎えた。ブライアンは国中を旅したが、この選挙の使命を制することになると考えた、中西部を10にした。ちょうど100日の間にブライアンは500回以上の演説を、数百万の民衆に向かっていったが、当時としては注目すべき偉業となった。ブライアンの劇的な努力とは、 対照的に、マッキンリーは、オハイオ州キャントンの自宅前で、伝統的な、玄関前選挙運動を行った。マッキンリーが旅をして、有権者に会う代わりに、マーク・ハンナが数千人の有権者を列車で、マッキンリーの家に連れてきた。一旦そこに至れば、マッキンリーは有権者集団を艦隊して玄関、前からゴンジャに向かって、演説を行った。マッキンリーは、 ブライアンの提案する社会と経済の改革は国の経済にとって重大な脅威だと決めつけた。1893年の恐慌に続く不況が終わりに近づき、マッキンリーのより保守的な経済政策を支持する声が増し、一方ブライアンの急進的な政策は中西部の農夫や工場労働者の支持を失っていった。勝利を確実なものにするためにハンナは金を出して、 多数の共和党遊説者、セオドア・ルーズベルトを含むを国中に旅させ、ブライアンを危険な求心者と貶めさせた。また潜在的に民主党に投票していた者が脅迫されてマッキンリーに投票したという報告もある。例えば、ある工場所有者が選挙の前日に、もしブライアンが選挙に勝てば、工場は閉鎖し、労働者は職を失うことになるという張り紙を掲示した。 マッキンリーは、東部と北東部を制して、僅差ではあったが着実な勝利を得た。一方ブライアンは、南部、西部及び、中西部の田舎の農夫は、着実に稼いだ。大きなドイツ系アメリカ人有権者ブロックが、マッキンリーを支持し、中産階級、熟練工場労働者、鉄道労働者及び、大規模農園主の間では大多数を獲得した。しかし、 一般投票の結果は接戦であり、マッキンリーが51%を取ったのに対し、ブライアンは47%だった。選挙人選挙では、マッキンリーの271票に対し、ブライアンは176票、当選するためには224票が必要となった。この年早くのユタ州の加盟により、参加した州の数は45州になった。青字は、 民主党赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満。得票率差5%未満。得票率差5%以上10%未満。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。